なるほど、やっぱだから抑えの重要性そうですね。だから抑えの重要性といえばヤクルトが抜けたじゃないですか、うん、だからマクガフが抜けたら痛いよ、清水はやっぱキレがなくなっとるよ今年、ちょっと疲れが溜まってる、いや軽く投げとるんかまだアドレナリンが出てないのか、あいつはどちらかというとちょっと太る体質じゃないかな思うよ、あの画面から見ると、まあ、そうですね、だからそういうところで先発が弱い、まあオープン戦をちょっと喋りに行ったんですけど、まあ最後清水が出てきて、まあやっぱこう143ぐらいでいってるんですよ、でも力入れた時は147とか来てるから、もう少し気温が上がってくると良くなるかな、良くなると思うんですよ、あれ前倒しになることは石山がちょっと入ったりとか、まあそうですね、木澤が入ったりとか、はい、木澤が良かったですね、あ木澤ね、はい、わしも松田で見たよ、はい、ヤクルトは2試合ほど、今年のヤクルトはどうですか、ヤクルトはねやっぱり先発がちょっと心配なね、先発が心配な、でも先発はちょっと頑張って中継ぎ勝負になってくると強いでしょ、だけどバーの打線もあるし、だけど中日だけ負け越してる、なぜか、あそうそう、で中日のやつに大島に聞いたのよ、お前らなんでこんなに弱いのにヤクルトに勝てるんやったら、ヤクルトも先発陣はめちゃくちゃ弱いんで打ち合いになるんですって、僕らでも打ち合いできるんですよ、ああなるほどね、まあ点が取れるということですよね、特に神宮行ったらね、はいはい、もうボコボコホームランが出るんですよ、なるほどなるほど、じゃあ最後に阪神はどうですか、阪神の投手陣はやっぱ素晴らしいですよ、やっぱそれがの、はい、そんなに素晴らしいことでもないの、あそうですか、伊藤がおかしいちょっと、はいはい、ね、西勇輝も前ほどのシュートのキレがない、まあ確かにスライダーもキレがない、じゃあどういう素晴らしいの、いやだから西純也とかも投げれるし、まだ若いんだ、ソフトバンクの大竹もいいですよ、セリーグ向きですよ、セリーグ向きってね、まっすぐとチェンジアップとね、わしソフトバンクで一緒にやってるから、まあ、湯浅浜地とかも後ろにいるじゃないですか、いやいや湯浅浜地、まあ結構いると思いますよ、あれはないんかね、トロは浜地じゃなくて、浜地はね、あれいい球投げるよ、投げるでしょ、だけど湯浅も、はい、そうは言うてもおそらくクローザーにすると思うんだけど、帰ってきたら、はい、まあでも外国人取ってますからね、いや一応外国人や、いや取ったけど去年いたケラーがいる、開幕戦にめった打ちされて、そうですね、彼が少しいいよ、はい、だけど後の2人はちょっとクエスチョン、うん、まあ、確かに、で打者の方も、まあ、ピッチャー言ったな、ごめんごめん、ピッチャーを まず整理しようや、はい、じゃあ、あと先発ピッチャー誰がいるの、いや、まあ、青柳とかもいるじゃないですか、青柳、カープ戦に何勝したと思う、まあ、ゼロですか、ゼロ、1回も投げて、まあでも、まあ、一応、最多勝を取って、負けが少ない、ね、いや、少ないけど、もう青柳も3年もいったら、今年はちょっと私、どうかなと思うよ、そうですね、うん、まあ、後ろに控えてるのは森木だとか。あ森木も未知数、まあ未知数ですね、はい、ね、ただまあ西純也がポンと使ってバンとなって良くなってきたように、ね、まあ、森木も使い出すのかなっていうとか、いやそれはそうだけど才木とか、そんなに才木もね手術してまだ病み上がりで1年経ったばっかりだから、まあでもバンバン投げてますからね、今バンバン投げてるけど、そう簡単にとこばっかり見ても、阪神岡ちゃんと同級生かいな、いやいや、お母さん一つ上ですよ、一つ上か、はい、キャンプ行ったの、行きましたよ、いや緊張感ありましたね、緊張感なんかピーンと張り詰めてた、だから岡ちゃんはこういうのをよくチェックしてるけど、はい、岡ちゃん頭いい、いやそうですよ、野球のはすごい、はいはい、だけど今のゆとり世代の子にどうかないうとこは、でも若干あるよ、あんまりこう言わないですよね、無言な圧力っていうかさ、分かっとんやんか、いやだから、うん、もうあんまりこう接しないですよ、あだもね、今の子ってさ接しなかったら無視されてると思う、あでもポイントでこうちゃんと教えに行ってますよ、教えてる、はい、やっぱりいい監督、まあ、一応やっぱそうなんですよ、2005年に優勝されてますからね、だから、まあ阪神がちょっと僕の見解では、じゃあ、まあ、ピッチャーがいいなっていうふうに思ってる、ということは優勝予想は阪神、まあ、まあそういうことになりますからね、上位で、ね、上位で、ね、優勝というようなな、はい、佐藤輝のサードの守備はどうかな、まあでも、まあ、それはもうただ1年間あそこを守れるという
まあ、外野行ったり、まあ、それはない、ないから落ち着いてはできるかなとは思ってますけど、ね、まあお前の後輩ゴリじゃないか、森下どうなのあれ、早いともちょっと差し込まれるわ。まあでも、うん、岡田さん曰く、牧よりは全然上になっていくって最終的にはね。最終的に牧は打つだけだけどね、どっちか言ったら、まあ言い方悪いんだけど、うん、三拍子のこと考えたら。でも打つのも超えていくだろうっていう話です。まあそうは言いますよね。それはお前牧超えるたら、牧の1年目2年目の成績知ってる。いやすごいですよね。ただまあ最終的には、うん、牧よりスケール感が出てくる、大きさが。まあ鈴木誠也タイプになるんだね。まあまあそうですね、はい。だから牧はセカンドにも守ってるけど、彼はファースト守ったらね、はい、相当いい選手になる。まあまあそうですね。ちょっとセカンドのな、あんたもセカンドやったことあるけど、はい、一応日本記録作っとるけどね、はい、無失策の、まあ、無失策っていうか失策しました。菊池に抜かれて。抜かれた。だって菊池が無失策です。あら、1年間無失策じゃったもんね。そうですね。ねえ、豊か怒っとったもんな。いや怒ってないですよ別に。いやなんで俺らまゴールデングラブもらまえ俺だろうがあとまもういいゴールデングラブ俺一生いらないわ。何回取った？ね、1回です。いいな、1回取っただけでいいじゃん。いやいやもうそれから取れなかったです。あ、言ったばっかり。言ったばっかり。あれまあ言ったばっかり。口は話題のもとやな。でもセカンドはこう結構上手い人を揃ってましたからね。篠塚さんとか。うん、篠塚。まあ翔太とか。翔太、翔太で取れよったよね。翔太で取られると腹立ったって言ったのなんでかしらな。ライバルだった。年一緒ぐらい。スターです。翔太。ああ、翔太がね。まあ、まあ、まあ、しょうがないですよね、それは。まあ、しょうがないな。昔の話やめよ。そうですね。マイコ、マイコ。はい、マイコ。それで、打つ方どうですか。だから、中野をセカンドに回したじゃない。はいはい。一本に。だから中野、これ、WBC の動き見よったら、どうかな、いうような感じよね。ショートからセカンドって意外と難しいんじゃないの。お前も、いや、でも、気持ちは楽ですよ。一塁は近いから。あ、もう全然楽です。楽じゃった。それはもうショートのもんがやっぱもう痺れますよ。だけどゲッツーで、まあ、もともとセカンドですからね。だからショートに回された時に距離は長くなるし、ジャックルできないし、範囲は広いし、それはやっぱ大変だったし。あ、そう。まあ、セカンド範囲っていう意味では一緒かもわからないけども、うん、だから取ってからの落差があるじゃないですか。あ、そう。まあお前が言うんだけど、やった人しかわからんよの。あ、だからまあ近本がおって、でレフトはあのノイジーがこれちょっとクエスチョンやな。これ打ったら結構破壊力あるよ。まあそうです、ね、あのね、結局ピッチャーピッチャー言うけど、2003年も優勝したし2005年も優勝したけど、今岡が100何打点稼いだり、金本が100打点以上稼いだり、あの優勝しとる時って昭和60年でも岡ちゃんとで掛布とバースが3連発打ったりとか、やっぱり真由美さんがおったり、広田さんがおったり、佐野さん、お前の先輩佐野さんがおったり、で、あのアウトになるのは平田と木戸とピッチャーだけぐらいの感じでも、まあそうだったね、やっぱりあいつらも打ちょったもん。まあそうですよね。あの木戸もパンチ力あったもん。2割8分ぐらい打たれてますよね。おで、ライト前にカンちゃんをよう打ちょったよ。で守備は抜群だったしな。だからな、岡田さんに聞いたんですよ、僕は。優勝ですねって言ったら、ピッチャーはやっぱりいいよと。でもコンバートして守備もやっぱエラーですかって言ったら、いや豊がやっぱ打たな勝てんって、だから固定したって。じゃあ打つやつを固定したんだな。だからクリーンナップが外野やったり内野やったりしてるような、そんなことをやってると落ち着いて野球できんやろう言って、できんやろう、いやそれで落ち着かして、まあ、ちょっと打ってくれるように、やっぱな、豊か、うちは守りとか言ってることを、やっぱ点取ることやって言ってたし、いやいや、実際そうよ、阪神が勝ってる時って、打ってますよね、打っとるよ、やっぱピッチャーも2点とかしか取らんかったらね、持たんようになるよ、まあそうですね、だから横浜も、打つ言うけど、ちょっといいピッチャーになったら、もう全く手も足も出なくなるからね。達川さんはもう頭の中で順位表を決めてるんですか、それはもちろん決めてるよ。決めてる、もうさささっと出てくるぐらい決めてる。だからわしらはね。